こんにちは、授業準備 TV です。3学期は学期末ということで、先生にとっては1年で一番忙しい季節です。そんな時に紙で保存していた書類がどこに行ったかわからなくなり、時間を無駄に浪費してしまう。結果忙しくて残業続きとなり、バタバタしていて子供たちに有意義な年度末を過ごさせてあげられなかったなんてことになってしまうのは良くないですよね。そこで今回は、 iPhone をお持ちの先生ならすぐに実践できる書類の整理術、 iPhone 収納時短術をご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。使用するアプリケーションは、 iPhone に標準で搭載されているメモというアプリケーションです。手順を説明していきます。1、メモアプリを起動したら、冒頭に資料の種類を記載します。2、メモの下部にあるカメラマークもしくはプラスマークをタップして、次に書類のスキャンをタップします。3、あとはカメラで撮影する要領で書類をスキャンするだけです。スキャン後に四つ角を調整すれば、傾いている書類もきれいに整えることができます。1で、あらかじめ資料の種類を記載しておくと、その文字情報がそのままメモのタイトルとなり、メモをリスト表示した際にインデックスとなるため、必要なメモを探すときにとても便利です。リスト表示ではタイトルの下に作成した日付も記録されているため、探しやすいですね。またさらに上の階層をフォルダとして設け、資料をジャンル分けしておくとより分かりやすくなりますね。本日は、 iPhone をお持ちの先生ならすぐに実践できる iPhone 収納時短術をご紹介しました。日々仕事で配布される書類など整理するのが苦手という先生は、ぜひ参考にしてみてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。